おはようございます、山田です。んー、どうもやんないと閉まんねえな。はい、ということで早朝でございます。本日はですね、朝からなんかイベントの合間に来るイベントみたいなのがスタートしましたね。本日ですね、ニドランのリサーチが、出ています。スペシャルリサーチ、そしてタスク、それぞれからニドランのオスメスが出てきて、かつこれの色違いが狙えるぜというやつが始まっております。やっていこうかなと思いまして、やっぱタスクの回収と、あと多分そのスペシャルリサーチこなすためには、なんだかんだポケモンとかポケストップが、あった方がいいかなと思いまして、自宅でできるんだったらいいんだけどさ、うちの自宅はあまりにもちょっとポケスト貧弱、ソース貧弱エリアでございますので、はい。でも朝の上のイエーイ、空気が澄んでて、蜜も避けられてて、さえずりが聞こえて、いいことしかないですね。はい、まずスペシャルリサーチですね。こちらが今までもね、なんかこういったリサーチ来るよみたいな、スペシャルリサーチ系のイベントだよってやつだと、すげえ長いやつがあったんですよ。あれなんだっけな、何のイベントの時だっけな、ちょっと直近のなんだかちょっと思い出せないんですけども、今回もですね、どうやらたくさんページがあるみたいですね。1ページ目が、ニドランメスとオスの限定リサーチということで、ポケモン2匹送る、ポケモン1匹捕まえる、ナイススロー2回投げるということで、非常に簡単でございます。簡単でございますので、こちらもうすでにねクリアしてあります。見てください、中身確認しましょう。よし、ではリサーチ、まず一番上は、おう、あ、もうあれだな、さだゲットチャレンジがこう設定されているやつは全部ニドランなんじゃないかな。とりあえずタスクさんの1匹目ニドランをすーっけどね、あと2匹もちょっと開けちゃいましょう。オスメスオスとかだったりするのかな、オス、あ、オスからの、ちょっと次も見よう。はい、3枚目、やっぱニドランオスが連チャンだったね。残念ながらノーシャイニーでございます。よいしょ、はい、リサーチ完了ですね。で、ポケモン博士に送るポケモン3匹捕まえ、ナイススルー1回投げる、速攻あるなこれ速攻ありますね。はい、とりあえずじゃあニドランのオスメスの色違いのためにガンガンリサーチを進めてくださいっていうような、そういった認識で良さそうですね。でももう一個ちょっと見てほしいんだけど、こっちで、はい、これね、今ポケモン捕まえるときに木の実5個使うっていうのがね、これなんかめちゃめちゃなんか出まくったんですよ。家からね上野の方に来るっていう時にもね、ポケストップいくつか回してたら、これがいつもより多いなと思って、これもしかしてニドランなんじゃねえのと、ニドランオスメスが出るタスクなんじゃねえかなと、ちょっと僕はねピンときちゃったんですよ。なのでちょっとチェックしていきましょう。そして今の時期来ているトサキンと、あ、通常からですね、じゃあ、はい、もうすでに4つ、と段取りがうまいでしょ。今日はね朝早くから起きてたからね、どういう風に撮影しようかなってちゃんと考えてたんですよ。頭が回ってるんです。中身を見てくれ、おい、あれ、あ、あ、え、そういう感じに、いやでも混ざってるとかそういうこと、あ、これはどうなんだ、間違いでした、すいません、間違いでした。2枚目も終わったぜ。どっちだ、あ、こっちからメスになるのか、もしあれか、オスメスオスメスみたいな、そういう交互な感じなのかな。もう均等に出てくれるんだったらありがたいね。2匹目、重いな、ちょっと3、3枚目のリサーチがこんな感じ。めちゃめちゃ簡単ですね。だからこれ今回僕出てきたけど、多分家でもこれいけたな。前も家で撮影だったのかな、確か。はい、なんかそんな気がするな。ああ難しくないから、多分ね、この動画上がってるタイミングではまだ終わってないはずなんですよ、イベントが。だからこの動画上がって、あ、やってなかった、あ、でももう家帰ってきちゃったよみたいな人でも問題ない気がするね。だからそういう人はね、今この動画もうさっさと止めて、ポケゴー開いてください。さ、サクッと終わらしたぜ。あれ、
ぜー、うれすー、うれ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 すー、早くねーかニドランのね、オスは色違いね、一匹だけかな、で一匹だけだから進化させなかったんですよ、うん、俺ね、ニドランのね、オスっつうか、まあ、ニドランのオスからのニドキングめちゃくちゃ好きなんですよ、うん、まあ、いろんなポケモンね、それ好きなやついるんですけど、初代の、まあ、初代の中でも、まあ、他にもいるけどさ、なんかその回収感すごいじゃん、ニドキングって。で名前にキングってついてるのかさ、いや当時さ、ゲームボーイでやってた時にさ、うわこいつ絶対強えみたいな、これが弱いわけねえと思ってさ、思ってたもんね。まあ、そうでもなかったんだけどさそうでもなかったんだよ正直、うん、でも最初のこいつに対してのね、ニドキングに対しては期待ちったらなかったわけですよ僕はね、うん、だからちょっと嬉しいな、やっと色違いのニドキング作れるわ。よし、じゃあもう2つも開けていこうか。あ、通常からか、いや早かったな、マジちょっとびっくりしちゃったな。ナイス、部屋がいい仕事してくれんねん、うちの部屋ええー、仕事してくれまんねん。ファイルを3個、ポケモン3匹ゲット、ナイスロー1回投げろ。ずっと同じだねこれ、中身ずっと同じだね、色違いがどうかっていうとこのチェックのみだね基本的にね。楽ちん、最高。あ、そう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 、これさ多分動画でさ話してない、まあまあまあ話すほどのやつじゃないんだけどさ、これコイキングの位置下がったよね、なんか位置変わったよね、なんか伝説とかさ、ちょっと大きめのポケモンを捕まえる時のさ、ちょっとあの高さになってるけど、お前に何があったん。ニドランメス3連見ていこう。1匹目通常、2匹目通常、3匹目色違いが出ます。5枚目、3度目のニドラン、やっぱ早いよニドラン、オス3度目のニドラン、通常2枚目、通常3でない。はい、メスの方かなですね、6ページ目でございます。これスタートしてから1時間なんで今まだで、あのそんなガツガツもやってない、他のだってポケモン欲しいからタスク埋まったけどスルーしてやってるみたいな、開けてないみたいな時間さっきからちょこちょこあるから、これ、まあ、何枚がマックスなのかわからないけど、多分ちゃんとやったら午前中に全部開けきれるんじゃないかな。はい、まあちょっと色違い出なかったけど、あとどれくらいあるんだろうね。これずっと続けるやつだから絵代わりなさそうなんで、次4枚ぐらいはもうダイジェストで。4枚開けて色違い出ず。で、なんかこっからちょこっとだけ難易度上がったんだよね。はい、まあほんとちょっとなんだけど、ナイススローを3回連続で投げる、ポケモン2匹捕まえる、毒タイプのポケモン進化させる。まあ上だよね。ナイススロー3回だから、まあ、あの威嚇されてこられちゃったりすると、まあ、ミスったりするんですけど、まあそういう時はパイルの実をね、あ、パイルじゃないか、7の実か。7の実を投げておくことで、まあ威嚇とかさせにくくなるから、まあ、あのちょっと難易度上がったっつっても、まあ全然対処はね、そんな難しくない。ようなやつですね。はい、こういう感じで、で、よいしょっと。はい、メス出ないな、メス。メス欲しいね。あのポケゴー全く関係ない話なんだけどさ、私はまだの上野にね、まあ、よくいるわけですよ。あのもうロケっつったらもう3回やったら3回ロケ上野みたいなね、うん、それくらいの頻度なわけですよ。あのその辺でロケするとですね、実はちょっととある困ったことがですね一個あってねっていう悩みをちょっと今日共有させてもらっていい？あの忍ばずの池と、あとそのまあなんか表のね通りをつなぐ場所があるんですよ。そこにですね、あのなんかあの18歳未満は入れない映画館があるんですよまあ言っちゃえばちょっとエッチな映画館があるんですけど、そこがね、あの本当よく通るっちゃ通るんだけど映せないのよ
ここの前はちょっとカメラ映すのやめとこうみたいな感じになるからさ、あの実は気使うのよそこの周辺撮影で。今これもうこれ自販機ある、この自販機よりもうちょっとこっち側にも、こっちに振ったらもう映画館になっちゃうからちょっと映さないんだけど、なんかねこう通るたびになんかねタイトルが面白くてさ笑っちゃうんだよ。今日とかもさ、なんか今なんか上映してるやつみたいに載っててさ、今昔たまたま数え歌どういう映画よと思って、なんかあのこういう映画館ってどうなの、昔はいっぱいあったのかね、まあ今全然見ないじゃないですか、上野ぐらいしか僕見たことないんですよ。うん、いやなんかまあまあまあよく言えば古き良き文化なのかな面白いなと思って団地の奥さん同窓会に行く、いやこの辺からもうタスクなくなっちゃうかもしれないからさ、ちょっとハラハラしてこない？よし11枚目かな、ニドラ押す、よいしょと、1匹目は通常カラー、はい通常カラー。ツイッターとか見てるとね、すでにもう2匹3匹出ましたよみたいなね、そういった報告もね上がってきてるので、まあまあ出てんのかなはい、確率はさすがにあれだと思うんだよね、人によって全然違うと思うからさ、あの本人の引きですよ、うん、1匹が引き強なのか引き弱なのかちょっと分からんな、安だよと、ちょっと一緒にやればよかったな。はい、あまだまだあるわ、 OKOK、 でここのメスでできるよう出したい、もう分からん、12枚目でしょ、あとどれくらい続くかな、ナイスロードがやっていこう、12枚目、メス頼むぜ、メス色違いのメス、通常カラー、2体目、通常カラー、3体目、通常カラー、はいメス速攻開けていく、1匹目はノーマルカラー、出ないのかな、どれくらい取れるんだろうみんなこれ、うわなんか怖いな、もう終わっちゃうじゃないか、ポケモン発見がね下のリワードに入ってるんだよこれね、今回あんまり続いてないんですよ、今 1,2 で連続続いてるから、なんか締めに向かってる気がする、やめて、せめてメス出して買いにして、これが最後な気がするな、メスタスク、通常やっぱ色違いなんていうのはね僕の元にそんな来てくれないんですよ日常的にね、うん、コミュニティデイですらさそんな出ないんだからさ、俺これで終わりな気がする、だってさ今さこれ終わった後のリワードがねオスとメスのニドランの飴25個ずつだったんですよ、さっきまではだいたい砂とか経験値とか明らかに変わったんだよ流れが、うわこれ終わった気がする、ほらリワード3000大きいもん経験値がと飴オスメスでしょ、うわうわ終わってしまいました、マジか、1ずつ欲しかったな、コンビでこれ対になって欲しかったな、はい、ということでやってみたんですけども、今回多分ガチったらねこれ1時間半で終わるわ、いやマジで、あの全然あのまったりゆったり別のなんか寄り道的な感じの、進め方僕しちゃったんで、それだと約2時間ぐらいかかったんですけれども、そうじゃないもうちゃんと集中してやればもうぶっちゃけすぐ終わる、うん、感じのタスクでした、まあ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 ありがたいかな、これだったらステイホームっていう感じでもやれるし、で、まあ、もちろんね屋外に出てソースが多いところに行けばめちゃくちゃやれるんだけど、今回僕良かったなと思うのはタスク、いやあのポケストップを回せっていうタスクはないんですよ、うん、で実際今回何回かやったんですけども、グレート狙えとかああいうやつ僕ここにある、はい、リワードのストックこれ使いました、うん、いやあの例えば野生でコイキングとか低いから位置がグレート狙いにくいなとか、そういう時はグレート3連続の時とかはストックしてある、今は比較的使わやすいポケモンだったらの時ですけどをゲットしてみたいな感じでやったんですけど、でもそれができるってことは多分今回普段からタスクのポケモン出現するやつをストックしてる人だったらもう自宅でバン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 どんだけソースが薄くてもお香とストックで多分やれたと思うんですよね、うん、まあ、なのでこれはかなりいい仕様のやっぱりその
イベントかななんて思いました、まあ、だからまたこのリサーチでやるときはできれば僕はそのポケストップを回すとか、うん、そういうそのやつを除外してやってくれた方が、まあそのね、まあ、例えばね別に家から出れる地域のね人世界的にもちろんいるとは思うんですけど、そうじゃない地域の方、大事を取って外出しないよというふうにしている方、そういった方にはすごく優しいイベントにやっぱりなっていたので継続していただきたいなと思いました。はい、ということで、動画自体はここで終わりにしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。いやチャンネル公式 LINE スタンプできました。概要欄からチェックしてみてください。それじゃまた別の動画でお会いしましょう。